商業とともにシャケトリックマロシャケとね、本日はなんとこちら私立たずら学園ということでね、皆さん2015年度皆さん新学期が始まったと思いますね。皆さんということで、僕もねもう新学期とか、10年ぶりぐらいの言葉でございますけども、今回ねこの私立パズドラ学園青春を送っていこうかなと思いますんでね、早速青春に入りたいと思います。まあ、青春完全初見プレイなんですが、まあ、青春ぐらいだったらなんとかなるんじゃねえかなということで、今回行くパーティーはこちらでございます。まあ、アレスと、ウルドのヒパで行こうと思います。まあ、何とかなるでしょう。早速やってみましょう。久々のね、ガチャじゃないパズラ、久々のガチャじゃない、クエスト動画でございますけども、パズル力は相変わらず下手なのでお見せくださいと。なんか学校っぽいね。青春って感じだね。いいんじゃない、いいんじゃない。いや、皆さん青春を謳歌しますか。いやー、僕はねー、いろいろあったよ。あんなことやこんなことが、オーマイガー、なんとなくこんな気がしたけど、なるほど、こいつはまずスイングボンバーディラックスだな。そんな簡単に、あ、なんかいいね、いいね。ピッ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 、おい、ベストメイティートーパーパー。なるほど、今指がずれた。まあいいんじゃない、別に言うほどダメージでかくないから、なんだろう、超青春でもよかったんじゃないかなと思い始めている僕は。舐めてるかな。超地獄級とか今までクリアしてもないけどね、言うて。ちょっとねスキルダメージしとこう。なんか逆にね、全然ダメージ、相手が水属性であんまりダメージが与えられないからこそ、ちょっとスキルダメージしときましょう。ダメージ与えつつ、こんなんでやられないでしょ、まだまだ。いいね、これは想像以上に安定しそうだな。なんかここでダメージがめっちゃでかかったらスキルためできないけども、おっと。まあでもちょうどいいか。うん、まあちょうどね、全員のスキルが溜まっていい塩梅で、次いけそうだね。うわー、マジかー、めんどくさ。そういうことが起きうるのね。まあまあまあ、あ、落ち込ん、決まりすぎ。まあ次の敵も雑魚いことを祈りましょう。なるほど、そうでもなさそうな気配が来たぞ。やまーす、ます、ます。なるほど。が来ない、ほう、スキルが使えない、なるほどね、ます。なるほどでございます。まあでもね、ダメージが言うほど痛くないから、なんとかなるにはなるんだよな。
なんか怖くないね。もう何も怖くないって言ったらフラグが立っちゃうんでやめときましょう。でもなんかサクサクいけちゃいそう。落ち込ん決まるなにしても、もうずっと同じことしかしないの。なんかそこのお邪魔を何とかしたいんだけど。うそ、もう同じことしかしない気配が立ってきたんだけど、マジで。もうなんて言ってる間に結構ダメージ食らってるやん俺。いやー、まあまあ大丈夫でしょ。あああぶねえ、危ないよ。ちょっと、いや焦った。いやーちょっとね、さすがにバビったね。動揺して謎の2コンボしちゃったからな。あ、やばい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 。もうね、お察しのパズル力だからな。え？まあ余裕でねクリアできるんじゃなかろうかと思います。早速やっていきましょう。さあ皆さんのね入学式はどうだったのかな。ね、今皆さん何年生になったのかな。コメントで教えてください。僕はね、28歳生になりました。まあいくつになろうとね、やっぱ入学って言葉はねやっぱ嬉しいじゃないの。僕もねそんな若い頃がありましたよ。竹取熊五郎くん小学1年生、まあ、やんちゃ坊主でねいろいろありましたよ。今じゃねもうシャケとか言ってたね。まあびっくりやね。人生とは何が起きるやら。さあここでね、まあ、水属性お HP 全回復ありがとう。なのでまあ水属性来るとは思ったよ、思ったんですが、逆にねここスキルダメに使っていきましょう。なんかダメージもでかくないし、最初の1体目とか2体目はスキルダメ要因だったんやかな。運営からのスキルダメ要因。なんか青春でこのレベルだったら超青春もそんな感じじゃないんじゃないかな。なんか本当におまけイベントとかクエストっていうかさ、そんな感じで用意されてるのかな。うん、ぼちぼちスキルも溜まるし、いいね。落ち込ん決まったね。うほー、いいダメージだが、ここで火属性が来ないという緊急事態。別に緊急でもないけど、落ち込む決まらずか。うわうわここに来てそういうことする。まあ倒しちゃいましょう。あ、まだ。オーマイグー。
まだスキルダメしていいのかなっていう敵なのかが分かんない。あ、危ねえ、消し方すんな俺。ほう、なにこれ、え、どういうこと、全部消したらご褒美くれんの。なるほど、スキルは使わせませんよと。あ、水もいけたな。なるほど、地味にヒットポイント高くないこいつ。まあ相変わらずパズル力はないのでね、ご差し上げなんですけど、なんで僕がね動画をクエスト動画を上げないかというとね、あんまりパズル力がないからなんですよ。落ち込みは決まるね。だがしかしだがしかしとて、いいね。いや、よくないよ、ヒットポイントやばいよ。びっくりした今、気がついたらいつの間にかフルボッコボンバーフォーエバーデラックスなんだけど。痛いなこれ。回復挟めば大丈夫なのね、大丈夫かしら。エギドナ使う、もったいなくない、そう考えるのが逆にもったいない。回復挟めば大丈夫かな。怖い、そろそろあかんな、倒せないもんな。もったいないけど、エキドナルか。つうか、次先生だったら終わりじゃない？じゃあ回復するかよ、エキドナ使って。相手にダメージを与えつつ。あれ？いくらなんでもしょぼくねっていう、今思う。みんなの思いは今ひしひしと伝わってる。いやだからコンボがさ、コンボ数がいくらなんでもちょっとしょぼくねって。いや余計なことしてもうた、全然回復できてないし、でも倒さなきゃいけないでしょ。困ったもんじゃねえな。おいえい、まあ決めるときは決めますよ。これんで、そうそう、強すね、こいつ。よろしく。こいつらも雑魚的なのか、オリジナル的なのか、もはやわからん。落ちコン決まるね。にしても、落ちコン決まるね。そんな強くないと見せかけて、地味にダメージが痛い。まあでも、1体倒せば大丈夫か。まあ回復もできたし大丈夫かな。うお、倒しきれてね。やりません、やりません、喧嘩なんて嫌いです。オーケーオーケーオーケー、落ち込んがすごい来てる今日。あ、こいつ一体だったら怖くないね。そしてもうスキルは十分に溜まってんだよな。おお、チコンの決まり方よ、えぐいな。ここまで決めなくてもって言わんばかり決めるね。これは死ぬでしょ。お、さあ、あら、これが
あれはね、この青春学園のオリジナルのやつ、これ普通に倒せば出ないのかな、欲しいね。あっ、こんな嵐よ。いいね、なんか昭和アニメっぽいテイストがいいね。まあ、ループそんな強くなくない？なんか本当におまけって感じなのかな。超青春いけそうだな。わかんない。超青春はガチで集中しないと、実況撮ってなかったら大丈夫だと思う。あのね、実況撮りながらってね、マジでね、結構ね、発動大変なのよ。エンジョイ勢の私としてももうまったりやりたいわけなのよ。はいはい。どうしたどうした。え、やばいこれ。もしかしたら倒さないでやばい。大丈夫でしょう。まあ大丈夫だって、まだ慌てる時間じゃない。はい、ということでね、ですね、人生は一度きり、もう余裕を持ってじゃダメです。常に全力で生きていきましょう。ということでね、本日は、パズドラ、青春学園？私立パズドラ学園？もう何でもいいよ。はい、に挑戦したらスキルを貯めて、貯めすぎてやられましたっていう回でした。いや、なんで使わねえんだよ！ばっかだなぁ。あと2体しかいないんだからさ、貯める意味。みんなも真似しないでね。動画を見てくれてありがとう。 PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。